ばんは、シンガーソングライターの流れ剛です。第168回目の、ね、流れの歌ちゃんをお送りしますね。今日はですね、令和5年1月6日ね、金曜日ですね。まずはね、明けましておめでとうを言います。そしてね、今年1年またよろしくお願いしますとね。まあ年の初めですからね、ご挨拶をさせていただきましたね。早いものでね、あっという間に正月の三が日終わりましたね。例年と同じですけどね、元旦にね、子供たちと一緒に門前仲町の深川不動産へ初詣をしましたね。今回はね、小さな孫たちはね、今年も去年もそうですけど、コロナの関係で参加をしないということで、僕と女房とせがれ3人で初詣に行きました。まあそれにしてもね、不景気になるとね、神頼みよね、そういうことがよく言われてますけど、今まで何回も初詣でしたけどね、今年ほどたくさんの人がいたことはありません。広い公園でね、こう何列も作ってね、2時間ですよ、本堂にたどり着くまで2時間ずっとゆっくり歩いていくんですよね。普段楽な生活してますからね、2時間もこうじっとしてるのは辛いですね、うん、まだその頃はね、結構日差しもあったしね、あったかかった。でもそれにしてもね、韓国の将棋倒しの事件があったせいかね、警備が結構すごいんですよ、ね、2時間も待って本堂へ着いて、さあ賽銭箱にチャレンジとやって、今年1年よろしくってやるじゃないですか。ところがね、その階段を上がって5列、5段上がったところに、今までは賽銭箱とかあって本堂も見えた。ところが今回は階段に上がらないように柵がしてあるね。でその柵の手前の平らなところに賽銭箱がある、うん、雰囲気全然出ないね。やっぱりこの宣告者やその本堂のね、を見ながら手を合わせてお祈りする、それが初詣ですよね。その雰囲気がないんですよ。 2時間待ってこうか、ちょっとね、これじゃあね、初詣の効果ないよねって、まあ、女房も言ってました。はい、まあやっぱりね、久しぶりに行動規制のない、ね、正月、まあ、そのせいかね、本当たくさんの人が出てましたね。でもみんなマスクしてました。日本人って偉いですよね。言われなくてもちゃんとマスクするもんね、うん、まあそんな感じで今年もね、スタートしましたね、うん、あっという間です。今年はね、4日から仕事したんです。正月の3日間はあっという間ね。まあ2日3日とね、箱根駅伝を見てね、いっぱい飲んで、もう終わりですよ。もうだから、今日で3日目、仕事してますね。ぜひ歌いに来てください、お願いいたします。はい、まあ今日のね、お友達コーナーですけどね、岩崎敏子さんっていうね、ちょっと年配のお姉さんがね、前回の長屋の歌ちゃん歌謡祭に出られたんですよ、ね、その時に石坂美奈っていうんですかね、石坂美奈さんという
歌手の東京サカリバブルースっていう曲を歌われたんですね。今日ぜひ、それをね皆様に聴いていただこうと思ってますね。岩崎敏子さんで東京サカリバブルース聴いてください。9番岩崎敏子さん東京サカリバブルース初出場でございます。
はい、ありがとうございましたね。岩崎さんはね、初めての参加だったんですよね。とても明るいこうキャラの方でね、毎回これから出ていただきたいですよね、うん、はい、ありがとうございました。今日の流れのコーナーはですね、秋から冬へ、ね、この歌ね、このモナリザと同じような時期に作った歌です。古い曲ですけど、今だかって人気が一番ある曲です、ね、それでは秋から冬をお送りします。人目を忍んで会った夜、忘れなんてできないわ。あなたと暮らす夢を抱いてもいいはずなのに、ひと雨ごとに秋の風、私の夢もハラハラと、秋から冬へと散るのでしょうか。お店はどうにかなるけれど、切ない思い胸を刺す、ため息混じりの歌を魚に酒欲しながら、頬に糸引く秋の雨、私の心も心しとしとと、秋から冬へと泣くのでしょうか。頼りも途絶えてもう三月、一人で生きる寂しさよ、別れの訳は仕方ないわと分かっていても、ひと肌恋しい秋の夜、私の思いも思い寒ざぬと、秋から冬へとなるのでしょうか。
はい、ありがとうございました。ちなみにこの秋から冬はね、このマレーシアの、チーチーがね、社用の英語版を歌うときにカップリング曲として、この秋から冬へのね、日本語版を歌うことになってますね。期待してください、ね、次回はですね、涙の予感というね、僕の曲を歌ってみたいと思いますね。それではね、皆さんね、新年ね、いい天気がずっと続いてますけどね、いいですよね、天気が一番ね。日本海側かわいそう、ほんとね、まあ、気をつけましょうね、風にはね。はい、どうもありがとうございました。